漁師の世界に入ったのが21歳ぐらいでしたかね。まあ、父親が一代の漁師だったんでね、お父さんの船に乗り込んで漁を始めたって感じ。以前は籠網漁だけで夏場、まあ、それだけで水揚げが上がって、まあ、金額的にも、まあ、十分生活できるくらいあったと思う。最初の頃ですかね。で、だん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 籠漁も水揚げが減ってきて、28年前が100としたら、10年ぐらい前だともう3分の1ぐらい。でここ5、6年だともう採算が取れない日もありますからね。魚がものすごい激減してるって言いますから。サンゴはちょっと私が入った頃はかなりまあまあ健全でしたね。ちょうどこう人間の背丈より高い枝サンゴ、要するに大人がかくれんぼできるぐらいの枝サンゴの群生があって、それがものの見事にも数年で潰れてなくなったって言いますかね。この枝サンゴが群生しとるところにハタの産卵が来るんですけど、でその時はサンゴの中にいっぱいハタがいますから、で、まあ、一匹一匹こう森でついて出すんですけど、私はやりましたけど、その時はサンゴに守られてました。で、あれがもうほぼ潰れてからもう一網打尽といいますかね、ハタのこう産卵場所がもう丸見えという感じで、急に魚が取られちゃったという、守ってくれるサンゴがなくなったっていうのがありますかね。小さい頃の船に乗ってこれは上から泳いだりして見る分にはもうこうサンゴのない場所ってないくらいでしたね、昔は。だから昔のイメージでいくと、もう一面サンゴ畑っていうイメージがあって、ただもう近年だともうサンゴがなくて当たり前みたいな感じの海域もいっぱいあるんで、ね、サンゴって結構やっぱり活着してすごい成長が早いサンゴもあるし、5、6年ぐらい成長したなっていう場所があるんですけど、で台風一過、まあ、あと水温が高温になった時期、それで1年ぐらい経つともう壊滅してるとか、サンゴの死に方がピッチが早いですね。まあ、以前例えばカゴ漁で1日に10本ぐらい取れた魚があるんですけど、ここ、2、3年だともう1年に1本取れるか取れないかぐらいレベルまで、もうそれこそ幻の魚になってる魚種が、そうですね、数種類ぐらいいますかね。そのぐらいひどい状況ですね、今ね。サンゴなしにはありえないですからね、漁業なんて、滋賀県の漁業はね。普通の漁をして、普通に生活していける資源の漁、あとそういう豊かなサンゴ礁、それがやっぱり目標ですよね。それに戻れたら、もうこの海中が一番幸せになれるんじゃないかなって。